申し込む。平将五輪、北の美女応援団登場、異彩放つ。高陵イコール時吉達也、平将五輪は10日、北朝鮮選手団からスピードスケート、ショートトラックの男子選手と韓国と合同チームを組むアイスホッケー女子代表が初戦に登場。北朝鮮から訪韓したいわゆる美女応援団が会場入りし、ベールに包まれていた独特の応援スタイルを披露した。ムン・ザイン、ムン・ジェイン大統領やカネマサオン、キム・ジョンウン、朝鮮労働党委員長の妹、キン・ヨ・タダシ・ヨジョン氏も観戦に訪れたアイスホッケーの会場。隊員らは最も目立つリンクサイドの最前列など会場全体に分かれて着席すると、8日の芸術団公演でもオープニングを飾った挨拶の曲、バンガプスムニダを合唱、会場全体に美声を響かせた。競技中も声を揃え、朝鮮半島に加えて、韓国が右方占拠する竹島、島根県隠岐の島町、が描かれた統一旗を振りながら、勝て、立派だ、頑張れ、などと連呼。序盤から点差がつき、大味な試合展開となる中、タイミングを揃えて、ウェーブを繰り返すなど、圧倒的な存在感で場内の主役の座を奪い取った。容姿や歌唱力、家系などについて厳しい審査を経て選抜された応援団。名門芸術大出身のエリートらが揃い、2005年のアジア陸上選手権の際には、後に金委員長の夫人となるスモモユキヌ氏、リ・ソルジュ氏の姿もあった。13年ぶりに韓国入りした7日には応援手法について報道陣に問われ、見ればお分かりになりますよ。全部話したら面白くないでしょう。と自信たっぷりの様子で応対していた。しかし、ピリオド間の休憩時間には、運営側が用意したヒップホップ歌手のショーに声援をかき消され、驚愕した表情を見せる一幕も。試合終了後は、祖国統一、我々民族同士などと南北融和を繰り返し強調した後、観客に大きく手を振り会場を後にした。